ヘッセン大公子フリードリヒ、1872年、フリードリヒ・ビルヘルム・アウグスト・ビクトル・レオポルト・ルート・ビヒ、フォン・ヘッセン・ダルム・シュタットは、ドイツのヘッセン・ウント・バイ・ライン大公家の大公子。ヘッセン大公・ルート・ビヒ4世と、その最初の妻のイギリス王女・アリスの間の、第五子、次男。イギリスのビクトリア女王の孫息子の一人。快活で活発な性格で、家族からは、 クリッティの愛称で呼ばれていた。1873年2月に血友病と診断された。同年の5月下旬、兄のエルンストルートビヒト、母親、アリスの寝室で遊んでいたところ、母親が目を離した隙に窓の傍らの椅子から転げ落ちて、手すりこをすり抜けて6メートル以上の高さから窓の外に転落した。転落に際して血友病に起因する。 脳内出血を起こし、2歳半で死去した。ウィキメディアコモンズには、フリードリ・ヒホンヘッセン・ダルムシュタットに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。